わ。寝る。水買った。ぬるいよめっちゃ。え、あったかいまである。ね。は？なんやそれは。なんとなく。はい、夜ご飯です。これ正解じゃない？最高。これは間違いない。10月2日これ日本の時間5時54分で、今日からサマータイム的なやつで日本との時差が2時間になったので、こっちは今8時ぐらいです。的なやつではなくてサマータイム。サマータイムですか？サマータイムでいいのね。はい、なのでこっちは2時間早くて今8時ぐらいです。夜ご飯を食べにシティに来ました。で、ペッパーランチ、美味しい。安定ペッパーランチに来ました。そう、安定にうまいのを知ってるのでペッパーランチで夜ご飯食べて行きます。はい、ご飯食べてきました。ペッパーランチマジマジマジ最高でした。うますぎ。今日2人でね、だいぶ優柔不断をかましてしまって夜ご飯なかなか決まんなかったんですけど、ペッパーランチ大正解ですね。マジでね、日本の企業最高だよ。ほんとすごいよ日本の企業。超美味しかったです。はい、今日はちょっと動画お休み、まあお休みできてないんですけど、まあ、お休みします。あ、そういえばさっきね、めっちゃね超歌うまくてね、すげえいい曲を歌うねシンガーがね歌ってました。あそこでね、路上ライブ、ストリートライブをやってて超うまかった。普通に感動しちゃった。今日はちょっとね、動画お休み、まあお休みしてないんだけど、いつもみたいなしっかりとした動画は、お休みします。ちょっとね、昨日本当に大事件が起きましてびっくりするほどの大事件が起きて、昨日の日中から今日の日、丸々1日24時間ぐらい結構本当にメンタル的にやられてて、なっちゃんはねそんな中でもすごい強くいたんですけど、俺がちょっとねマジでがっつりメンタルをやられてしまって、ずっと落ち込んでて、今日もちょっといつもみたいにちゃんと撮るのはあえてやめとこうかなと思って、はい、そんな感じで今日はこの適当な動画になってしまいます。明日以降は、いつも通りの動画アップしようと思ってます。まずあの匂わせしててもしゃあないんで、あの昨日その何が起きたのかっていうところをちょっとちゃんと、うわめっちゃ綺麗綺麗、タウンホールめちゃくちゃ綺麗だ、どういうことが起きたのかっていうのを明日の動画でサクッと説明しようかなとは思ってます。じゃあみんな今日も動画見ていただきありがとうございました。素敵な一日を過ごしてください。俺らもう帰ります。じゃあね、おやすみなさい。